かなり僕としては読んでほしい漫画、SF 漫画というのもあるんですけども、情報操作というのはこういう風にするんだとか。フェイク画像とかですね、フェイクニュースというものの本質をかなりね、突き詰めた作品なのでですね、今読むのが、あえて面白いんじゃないかなと思います。以前からですね、僕は、あの、ゼミの中でもですね、とにかく考え方のスケールを広げたり、新しい技術について深く考えるようになりたい。人より一歩先行きたいんだったら、SF 小説を読めっていう風に言ってたんですね。それはもう別に学生だから じゃなくてビジネスマンにも,です、ね、もう今やあれを読んかといってですね、いきなりですね、難しい言葉がいっぱい出てくるやつを読めっていうのは、これちょっとあのハードルが高いと思うんですよね。ということで,ですね、今日の動画はですね、SF を初心者にも読みやすく、それでいて SF 的なね、ボというかコツみたいなものがあるんですね。それをしっかり備えたですね、あの捉えているですね、SF 漫画をですね、紹介します。 やっぱり S.F. マンガ読んでる人と読んでない人とは発想違うと思ってる。最近になってようやっとあの I.T. 関係の人らが S.F. 小説読めというふうに言ってるんだけども、まあ小説だったらいろいろ言えるんだけども、もっとわかりやすい漫画で例で話してみようと思います。えー、園田健一の方針エグザクソン。園田健一はね、ものすごくね S.F. の設定とかを扱うセンスがいいんだよね。で、これはあの10年前に地球に来た宇宙人リオファルドっていう。 宇宙人がいるんだ。人間と、まあ、ほとんど同じであのエルフみたいなのを耳してると思っておいてでそれが技術援助をしてくれたんだでも重力完成技術重力制御だけは渡してくれなかったと軌道エレベーターを作ってこれから地球人と正式にここを開いてで我々の豊かな科学知識をあなたたちに授けますってもうずっと10年間いいことを言ってたんだけど。で軌道エレベータータが完成した瞬間。 超巨大なロボットを地球にドーンと降ろしてきて、我らリオファルドはこの地球を七番目の植民地化することを宣言しますっいうなんかで、ね、ちょっとねぞっとするのはデスマスチでずっと喋ってるねこれから私たちはあんたたちを支配しますとあの抵抗しても一切無駄ですっ我々とあんたの間には科学力がこれぐらいの差がありますっていう風なプレゼンテーションしながらね <laughs> なんか地球征服をするっていうね全くここ新しいでこれによってあんま地球側がどのように戦うのかという話ななんだけども1年前からこの 火が来ることを予言していた主人公ですね。宝一君っていうんだけども宝一のおじいちゃんは巨大ロボットエクザクソンを起動させるというやつで大砲の方に紙で書くんだけどもこの「方針エクザクソン」の中で出てくるのはレーザービームとかそういうものよりもはるかにすごい質量兵器として重い鉄の塊の弾を撃って相手に当てるということがどんなにすごいことかいわゆるレーザービームとかの上にある重力制御の技術をもってしても巨大な 感性質量兵器である大砲にはかなわいいっていうのが、確かにね軍事的に考えたらそうなんだけどもそれをやってくれてるっていうのがまあ面白くてですねもうね20年前のね漫画なんだけども今んところこれを超える侵略ロボット と、と SF モいうのは現れてないなと、僕は断言できる。ゴジラとね「シン・ゴジラ」の関係で言えばねつまり「エヴァンゲリオン」っていうのは極端な設定を出してるんだけどもしあの「エヴァンゲリオン」っていうのが本当に今のこの世界で使徒が現れてそれに対して人間が戦ってでそれをテレビで報道する側もいて情報合戦になったりしたらどういうふうになるのかっていうのをものすごくリアルに書いてる。 漫画なんだ。エヴァの本質である父親と息子とかロボットに乗る大義意味とかあと報道と正義などすごい盛りだくさんだからちょっと気になった人は是非次ですね園田健一もう一冊おすすめがあります。ブレッド・ザウィザード》。ザ・ザウィーこれねあの「方針エクザクソン」が終わった後でそ田健一が週刊で書き出した漫画なんだけども60年代のアメリカでガンアクションで魔法を使うっていうねなんかね ちょっと珍しい組み合わせの漫画なんだよ。どのようにして銃で魔法を使うのかっていうと勘違いするなこれは自白剤なんてものじゃないっていうことで相手にこの銃を打ち込もうとするんだけども魔法だっていうことでこういうふうに銃のバレルの中に呪文が書いてあるんだよね。でこの ちょっと魔法がかった銀の玉がバレルの中を回転しながら進むことによって呪文栄晶効果呪文の宣言効果みたいなものがその銀の玉に打ち込められてそれが相手に当たった時に呪文効力が発動するっていうアイデアがねもうとてつもなく面白いんだよ。 でそれによって撃たれた人間が言う通りになる場合もあれば例えば空中にふわーんってね呪文のボールが現れてで近くで動いたものがあったらそいつを一回だけ殺してそのボールが消えるっていう停止ボールっていうのもあって何種類も何種類もガンがあってそこの銃ごとにバレルの中に書いてある銃石の中に書いてある呪文が違ってそれごとに効力が違うそれをどのように使うのかっていうのがあるんだ。 その順問というのがあって、それはね自分の動きを加速することができるんだ。だから、みんな自分に向かって打つんだよ。で自分に向かって打つと、 体が急に加速するんだけれどもなんかね途中でね女の子があの主人公の,あのブレッドを助けるために自分をバーンと打って助けようって言って走り出した瞬間にその女の子巨乳だから胸がグワーンって揺れ出して慣性の法則は現実の通りに動くんだ空気抵抗も現実の通りだから早く動こうっていうのは動けるんだけども動き方を気をつけないとその中胸がちぎれそうになりながら必死で走る。だから、相相手は相手はで、で別のののタイプの加速銃銃を持ってきたからそれで撃っててて、ききたそそれ撃次にその銃をもう一回、 さらに加速するっていう戦略もの。エクザクソンの時も宇宙人がこう来たら地球人がこうするそうすると宝一主人公おじいちゃんこういうふうにやるっていうのがもう本当に僕が読んでてもね先が読めないしあと展開があったらあ これしかないわっていう、ね、もうロジカルで積んで積んで積み上げて俺そんな原始人間よく知ってんだけど本人はね何かもうその件ってなんであんなに頭が悪いのになんであんなにあいつを描く漫画は頭がいいんだろうって思わせる人間なんだけど <laughs> その件これ見てたらごめんな <laughs> これもブレッド・ザ・ウィザード」も出てくるアイデアが本当に古今東西他の SF とかね映画とかで見たことがない 本当にオリジナルなものをやりながら、その中でやっているその戦略的なストーリーの組み立て方っていうのが見事なので、お話とか考える人はねぜひブレッドザウィザード、これあの紙でしか出てない Kindle かもされてないから読んであげてください。えー、次もですね、Kindle、えー、になってないやつです。ミクリア里見のルサルカは帰らない。 クリアさとみさんですね漫画家のクリアさとみさんがですね12月14日74歳でお亡くなりになりました。 えー、僕はあの割と好きな漫画家さんんだったんですよね。1977年に「ノーラの箱舟」という漫画をですね書いてこれが単行本でかなり売れたんですけどもアメリカ海軍の最新空母ですね「魔王」と呼ばれる「アーチャー」というです、ね、空母ですとそれに搭載されている人工頭脳をです、ね、乗っ取る話でですね「米ソ対立」がテーマだったんですよこれが1977年。で1980年に、えー、月刊漫画少年がですね創刊された時、まあ、創刊直後ぐらいだったと思うんですけども ノーラっていうです、ね、これの続編というかですねノーラの箱舟をもっとシリアスに描き直した漫画をですね描いたんですね。で このノーラの箱舟はいろんなアイデアがいっぱい詰まってたやつでそのゼノビア号という潜水艦がです、ねえー、最後、敵の攻撃を受けて巨獣、ね、ブロックをガチャンと切り離すシーンがあるんですけども「不思議の海のナディア」で初代ノーチラス号が巨獣、ね、ブロックをガチャッと切り離すシーンはもう本当に丸まんまそのゼノビア号のパクリ,パクリとうかもうオマージュですねあれかっこよかったよなと。あのなんかその ずーっとリアルに描いている漫画ひたすら政治状況から何かすべてリアルに描いている漫画の中ででっかい潜水艦の前のですねその 兵器がいっぱいついてるミサイルとかがいっぱいついてるブロックを切り離して居住空間だけをガチャッと切り離すっていうのはかつてないほどリアルだったなと思ったんで「不思議の夢のナディア」でですねちょっとなぞらせていただいたという思い出があります。でこのあとですね1980年にノラ書いてたんですけど90年1990年にミクリアさんですね,ね漫画家を引退しちゃうんです、ね、引退宣言しちゃうんですよ。 でその後、ですねその当時まだ発展途上だったコンピューターグラフィックスの世界に飛び込んで大阪大学が開発しているです、ね、リンクスっていうです、ね、システムを並列処理でつないでリアルタイム CG 処理っていうのをです、ね、本格的にその世界に参入してですね漫画家じゃなくて CG 映像作家になったんですね。 ものすごい大挑戦でしたでもまあそっちの方はですねやっぱりミクリアさんが思ってるイメージほど CG の技術が日本では高くなかったので結局1997年にですね漫画家として復活しましたで漫画として復活したのがこの「ルサルカは帰らない」っていう漫画ですねこれで復活しましたこれはノーラのテーマをですねさらにリアルにしたものです。 あごめんなさい。このお兄ちゃんはです、ね、CIA が中心にまとめてた国際グループなんですね。この まあ表紙にしてる人たち、国際スパイグループで当時のです、ね、ソ連に潜入しましたでソ連ではですね冷戦時代にですね極秘で進めていた大ロシア復活計画ルサルカっていうのがあってそれをこう見つけ出すんですねで、えー、まあまあルサルカ計画っていうのはその当時1980年代後半にですね報道されていたソ連近海で海底にキャタピラ跡が見つかったこれ本当にあったんですよ。海のの底にキャタピラの跡があって、一体なんだと。でソ連の 秘密兵器じゃないのか、潜水艦の下にキャタピラがあってそれで走るんじゃないかとかいろいろ言われてたんですけども、まあ、これを三栗屋さとスはですね、えー、海底戦車によるグリッド敷設ですねつまり簡単な金属で作った枠みたいなものですか、えー、長さ5 0ルとか1 0 0ルぐらいの枠組みを海底に何か所か組んでいたんじゃないかというふうにこの漫画の中で言ってるんですね。 でえー、どん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 その当時もです、ね、ソビエト旧ソ連はです、ね、ロケットが巨大化してたんですけどそれはルサルカ衛星の打ち上げに使われてるとでルサルカ衛星はです、ねえー、地球衛星軌道上遠軌道上で,です、ね、ものすごいでかい太陽電池の,です、ね、その集光パネルを開いてです、ね、抵抗率なんですよ。 当時ののソ連の科学力だからすごい効率の悪い太陽電池なんだけども思いっきり数を増やしてロケットをいっぱい打ち上げることでいっぱい合体させて十数十万個もです、ね、ルサルカ衛星をつないでついに地球に向けてです、ね、レーザー光線を発射する準備つくんですねでこれもその今のコメントで007みたいって書いてあるんですけど007とかに出てくるやつって衛星1個で強力なレーザー光線なんですよね。 大友克ロの「アキラに出てくる「ソル」もそうなんですけどもあと未来少年ンの,の太陽衛星もそうなんですけどみんな全体的にリアリティが低いんですよ。衛星軌道からあんな細いビームを打って当てるっていうのは本当にレーザー光線の衛星からのです、ね、使い方として正しいのかって話なんですけども。 まあ、ミク國屋サとミここら辺めちゃくちゃリアルで,ですね、えー、焦点がぼんやりしているものを日本海全体に当てようとしたんですねつまり直径が割と太い当時のソ連でできるようなですね開発当時のソ連ですね収,光率の低いあの収束率の低いレーザー光線をとにかく大電力でそれも何十万個も太陽パネルをつないだ電力によってですね当てることでですね 殺人や破壊が目的でではなないレーザーザ兵器なんですね。電子レンジの原理でですねだから海底に付着したその金属製グリッドというのもあの電子レンジの中に金属製のものアルミ箔とかいろいろとバチバチって火花起きるじゃないですかあれ何かっていうと電子レンジみたいなです、ね、その電磁波が当たると金属って激しく反応して発熱しちゃうんですね。 それを応用して低出力のレーザーを日本海にじんんわり当てようとするんでする、ね、でその結果日本海の表面温度が上がるとでこれによって海流の流れが大きく変わってしまう具体的に言うと冷たい海流ベーリング海,海峡の冷たい海流が日本海と朝鮮半島の間に流れるようになるとこれまでのです、ね、日本を温めてきた黒潮などの海流が逆になってしまって日本が 急激に冷やされて、で韓国とかですね、その日本はですね、8月9月なのに雪が降るという事態になるんですね。で逆にですね、そのシベリアは巨大な農地になると海流が変わったおかげでシベリアが温暖,温暖化してですね、乾燥して寒かったシベリアが温順になり、つまり湿って暖かい空気が吹き込むんですね。 でルサルカ稼働し始めて東京や韓国はですね日本や韓国は雪に覆われてですね逆にシベリアはだん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 温まってくると。で結局ロシアという国はこれまでずっと地形ガチャに恵まれずにその国土があんな場所にあったばっかりに海流があんなばっかりに その地形のガチャに恵まれず、ずっと貧ししいいい思いをしていたと。このガチャを入れ替えて韓国や日本やその他の周りの国には「これまでいい目してたんだからちょっとお前らこれから辛い目しろよ」と「大ロシアはこれから暖かく温暖になっていって大ロシア復活するのである」というだからそういうすごい話を書いた人なんですね。 ただ、まあまあこの「ルサルスカー」「帰らないの」あのあといくつか漫画作品書いてるんですけどもやっぱりねその一般紙でどんどん書けるような漫画界の状況ではなくなってきてしまった青年誌がいっぱいあった漫画誌の時代っていうのがもう1990年代の終わりにはどんどん枯れ果てていってもう今本当に残ってるの ビッッグコミククのシシリーズと、あととあアクションとか、かかいいくつかしか残ってないんですよ。昔あのいっぱいあった週刊、青年向け大人向けの漫画誌っていうのがなくなってしまったのでどん,どん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 作品発表する場所がなくなっていってまあこの5年ぐらいはあんまり作品の話も聞かなくなってしまいました。というですね三リア・サトミさんがお亡くなりになったというのとあと最後ですね三リア・サトミの「ルサルカは帰らない<え>」。<laughs> <laughs> もう読んだことないのばっかりだよな困ったもんだよね、えー「ルサルカは帰らない」はあのワシントンニューヨークまあこれ現代の話だよで、えー、ワシントンニューヨーク東京と異常寒波が続く冬にソ連でちょっと変なことが起こりだすまあ今はもうロシアなんだけどロシアゴルバチョフがちょうど大統領になった頃に書かれた漫画なんだよだからもう本当に昔だよね。でスミノフと名乗るソ連の高級官僚がルサルカ計画というのをやっていてで FBI て とかが気が付いて CAA とかと対立しながら北朝鮮とソ連と中国に潜入捜査をしてそれをどんどん解いていくってやつなんだけども全5巻なんだけどもさ1巻でもそのルサルカの設定謎っていうのは出てくるんだよでこれがねなかなか面白くて計画が始まったのが1962年っていうふうに書かれてるんだけども1962年っていうのは国作映画であるヨーロッパの解放っていうのをソ連が作った時代なんだけどもあのヨーロッパの解放という映画は4兆円かかってるんだよね。 だからソ連が本当に何でもできた時代というふうに言われてるんだ。でルサルカ計画の中心は1958年だよ、ねえー、旧レニングラード工科大学の学生が小さい光電素子を発明したとでこれは光が当たると、えー、電気を出すいわゆる太陽電池の元みたいなもんなんだけども西側は我々の遅れた技術でああこれで何かあのお湯でも温めるんだろうかというふうに笑ったというんだけどもこっからこの計画がそもそもスタートしたと。で ルルサルカっていこのさっき見せた光,あの光電素子、いわゆる光が当たったら微弱な電気を生み出す素子っていうのを出すために一辺8 4 0ル1キロの翼を4枚上下左右に展開するやつなんだ重さは200トン。 200トンの衛星を打ち上げるためにこの時代のソ連は12回ロケットを打ち上げしてでチタニウムでもうほとんどが全部だからチタニウムでできた人工衛星を地球の上に作ったと1962年からね70年代までの技術で可能なことだけでこのお話を書いてるんだそれで何をするのかっていったらもう一つソ連の戦車でさ昔から謎のものがあったんだよ海底戦車と呼ばれてるやつでこれ本当にあった話だよソ連の潜水艦でねそこにキャタピラがついてるのがあるんだよ 何ののためにあるのか、未だ持って全く分かってないっていう謎の兵器だったんだけどもこの話の中ではカラフト・オホーツク海辺りの海底に金網で編んだネットを置いてるんだ。でこの2つでルサルカ計画っていうのができている何をするのかっていうと巨大なこの太陽電池の衛星でマイクロウェーブを作るとそれもこの本の中で書かれてるんだけど当時のソ連のコンピューターにしろ技術にしろ達成率は11%西側からしたら ものすごく遅れてるみたいなもんなんだけど、確かに一辺840メートルの翼を4枚出して、地上にマイクロウェーブを送ったら、そこそこのものができる。それで、何をするのかというと、カラフトあたりの海の底に敷いた金網に、そのマイクロウェーブを当てるんだ。そしたら、どうなるのかというと、そんな劇的なことは起こらないんだ。その金網がわずかに帯電して、わずかに温まる。これだけで十分だと。 ルサルカがマイクロ波を照射しているのはオホーツク海と西シベリアの低温の2箇所だとこのルサルカ衛星の電力だけで何かしようとしているんじゃなくてここの辺りの海流をこういうふうに変えてしまいたいと変えてしまうとどうなるのかっていうとシベリア上空を巡っていた寒気っていうのが場所を移動するようになるとこれまでシベリアを覆ってたものが朝鮮と日本の上を通るようになると。 平均温度が4度上がってで我々は、えー、膨大な資源を手にすることができるっていう何かねすごいかっこいい計画なんだよ。<laughs> でほらね偏西部とかねあの気象兵器としてルサルカが作られてるんだよ。だからこれまでの あの人工衛星打ち上げてそこ,そこでレーザービームみたいなものを作ったらさ地上を攻撃するものとして考え,考えたじゃんでもミクリアス・とミが考えてるのはもっとリアルなものでそれでわずか水温を0 5度から1度上げることができれば海流の流れを変えることができてこの海流によって大気の温度の配置が変わってそれによって風の位置がやや変わり で結局北半球の、えー、と寒流っていうのは反時計回りに流れてるとオホツ海も今までそうだったとそれがこのサハリン辺りの海流が変わるだけで冷たい空気がまるでポンプに吸い上げるように日本海側から太平洋側へ流れ出してきて日本っていうのは異常気象に襲われるっないう話なんだよね。 なんだろうな壮大な話を書かせるとやっぱり三倉屋里美っていうのはこういう SF 設定とかが壮大な人ではなくてどちらかというと現実社会の中のじゃあ今イラン・イラクではどんなことが起こってるのかとかあの南半球の経済状況どうかとかそういうことにめちゃくちゃ詳しい人なんだ。 で軍事技術でもいわゆる先端軍事技術ではなくてものすごい血に足のついた例えば銃の使い方とか稽古食料品の積み方とかそういうようなことにすごい詳しい人だから僕この「ルサルカカ帰らない」を読んだ時に「えミクリア里とってこんな地べたの話を書くのにこんなとんでもないところから持ってきたんだ」まあ、今コメントですごい漫画家がいるなって書いてあるけど本当にすごいよ。あのね 70年代80年代の漫画家って基本的に一人一人が一気当選の化け物みたいなもんだから <laughs> もうカ羽ウとかリュービーとかリュービーじゃねえカウとか長妃クラスの漫画家ばっかりなんだけど三リ屋サトミさんはなんでこんなにすごい人がこんなに作品数が少なくてこんなに評価されてないのかっていう人ですからあのこれもですね Kindle 化されてないのでですね、えー、皆さん買って読んでくださいじゃあ次行こうか。当たり前のやつ行こう。広角機動隊ね。 高角機動隊はね読んだやつがあまりに少ないのがもう僕の怒りポイントでですねアニメはみんな見てんだよで多分今度スカレット・ヨハンソンの映画ももうみんな見るんだけども原作ちゃんと読んでるのかというのでですね高角機動隊の中の第3話のですね「えー、ジャンク・ジャングル」ってやつ高角機動隊の中で、まあ、あの初めて高角はじ初めてでもないけど、まあ、あのほとんど漫画の中で戦略として扱われたのがこれが最初だったんだけどもこれあのー「 こいつがテロリストみたいなやつね。で、テロリストを追いかけるために、まあ、もう、もうすぐ高画軌道台の主人公たちが来るんだけども、それとは関係ないんで、あの、ただ単に、こう、知り合いで、あ、いたぞ、とこいつに忠告しようと思って来ちゃうんだけども、こいつが、あって言って、あ、俺追いかけられてるんだと分かってしまう。ので、この男はですね、この、あって言った瞬間に警戒態勢に入る。で、警戒態勢に入って、その瞬間、こいつがやったのが、えー、ちゃっ、えっ、ー、と、何かっていうと、空中にね、 チカッと光るる。ものが見えるとこれ何かっていうと遠くから縁マが透明になって光学明細で透明になっている縁マが降りてくる時に、一瞬、光を反射したやつなんだよ。で夏目さんにそれどっかに書いてあるって聞かれたんだけど書いてないと「まさ政宗を読む人間は全員それぐらい分かる」っていうふうに言ったんだけど <laughs> チカッと光ってこの瞬間俺を売り上がったなと言って腰のところに手をあけてここでチキという作動音がすると。 こここれれが、がいつがこれから透明になるためののデバイスのスイススッチだと。おい大変だ」って言ってる最中にもうこいつは撃とうとして銃を撃ちながらこのブーンっていうのら。これはおそらくこの腰のところにつけている透明化装置のデバイスが扇状にこいつの体をビューンと覆い隠しつつあるわけだねぐるっと覆い隠しつつあるんだけれどもバンと撃っちゃったんでここら辺に当たってでドンとぶつかったんだけどもこの瞬間膨らむと。で 構図が変だと。この自動車に弾が当たったんだったら自動車を中心に書くんだけどもなんで自動車をこの右側に寄せて左半分開けてるのかというとここの部分に縁駒がいると透明な縁マがいて縁マを避けるように煙が広がってるっていうのを書きたかったなので中で振り回されて縁駒の中で振り回されてやつとかも書いてしまうと。 縁かかか駒が、まあ、これであの透明が解除されてしまったので煙の中からどんどん出てきて電信柱にぶつかってもう車に乗ってる人は何が何だか分かんないっていうふうなことでここで一瞬ぐにゃっと歪んで見えるのはもうすでに透明になってしまった男が逃げる横顔だけが見えてるということで何があったのかっていうと1なしき光学迷彩ということで逃げる男の後ろ姿だけが見えるというので。 ここから先はもう光学迷彩をやったものの追いかけ合いだからほとんど漫画としては何も映ってない状態なんだけどもは走って逃げる手向こうから手前手前から向こうへと走って逃げる <laughs> で空中でマズルフラッシュっていうねあの銃の先から撃つ弾の光だけが見えてでそれが、えー、消火栓に当たると水がバーッと出てきてここでジジジジジッという音がしてあっ あっててていいいうここことととがししるとか、こいつは予想もしてないってことなんだよねで。クソって言ってることでここで「高額明細」というのは水に弱いいや水にかかると高額明細の効力が切れてしまうというのが分かるとサムネの漫画の作り方っていうのはこういうことをセリフで説明しないその夏目さんが聞く石川純さんも聞くんだけどもそれどこに書いてあるのっていうのを 書かずに見せたくてっていうふうにやってるからだからどん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 分かる人にはこいつすごいなこのセンスすごいなこのアイデア見せ方何をかもすごいなって思われるんだけどもここら辺分かんない人はなんとなくアクションものの漫画みたいな感じで読み飛ばしてしまうんだよね。だから ミクリ屋さとみとか園田賢一っていうのはそこら辺はちゃんと分かるように書くんだけどもさ四郎宗っていうのはものすごい高度なことをわかりやすくではなくてわかる人にはわかるように書いてしまうのでなんかねなかなか売れてるは売れてるんだけれどもやっぱアニメほど有名になれないっていう珍しい人だよね。あの僕は本当に えー、高画機動隊のアニメはすごい好きなんだけどもやっぱり白政宗の漫画に比べれば見せ方もアイデアもキャラクターの魅力も何段階も白政宗の方が上だなというふうに思ってんだよね。っていうのは白政宗の漫画の中にはこんな話を書いときながら笑いがあるギャグがある人の心優しさみたいなものがあるんだけども押井守のアニメの中にはそれが何一つ入ってないけどさ <laughs> 神山さんのやつも笑いはやっぱ入ってないんだ入れれないんだよな。そこら辺でその すごいんだけども、やっぱそれを誰でもわかるようにしたアニメの方が評価が高いっていうのがね、こう SF 漫画を好きなものとしては、ちょっと悔しいところではあります。えー、動画の中でですね、方針エクザクソンというですね、そうだ一の漫画が出てきてですね、それ、それですね、Kindle 化されてないから読むのが難しいというふうに言ったんですけどもですね、この方針エクザクソンとあとはブレードザ・ウィザードですね、そうだ一の2冊の漫画、今あの、n d l e にですね、あの、絶賛発売中ですから読めます。 これね、あの、方針エクザクソンはですね、かなり僕としては読んでほしい漫画というかですね、SF 漫画というのもあるんですけども、 情報操作というのはこういう風うにするんだとかですね。フェイク画像とかですね。フェイクニュースというものの本質をかなりね、突き詰めた作品なのでですね。今読むのが、あえて面白いんじゃないかなと思います。あと、あの、ルサルカは帰らないっていうですね、漫画、三栗屋里美さんのですね、漫画なんですけども、これはですね、漫画図書館 Z というですね、サイトで無料で読めます。えー、あとはあの、広角機動隊はですね、この当時はですね、あの、Kindle で読めなかったんですけど、もう今いくらでも読む方法ありまして、僕もですね、あの、 えー、本と、あの、n d l e と両方で <laughs> 持ってます。えー、後半で紹介する漫画もですね、アイドル版として復刊されたりですね、Kindle 化されてます。あの、唯一ですね、ガーさんっていうですね、人が、漫画が描いた、ハニハニハっていう作品のみ、現状では読む手段がないんですよね、残念です。ガーさんはね、SF センスがすごく良くて、あの、絵柄がいわゆるちょっと昭和っぽいのでですね、 えー、なかなか、なんだろう、復刻もされにくいし、Kindle にもならないんですけど、個人的にね、ガワさん、作家自身が、あの、自分のですね、新作の漫画はですね、Kindle で1話いくらっていう形で売ってますえ。ガーさんの漫画、本当にどれ読んでも面白いのでですね、SF 的なポイントとは何なのかっていうのを知りたかったら、割とね、気軽に読めて可愛い話が多いから読んでみてください。